皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。トッサン TV トッサンでございます。今週の三挙段参ります。よろしくお願いいたします。はい。祝145メーターでございます。なんと、本日6月9日の12時の定点で、洪水期制限水位145メーターぴったり到達いたしました。 到達した瞬間からですね、次の1時間の更新ですでに上げに転じておりますけれども、まずはこの1週間の水位、入水量、放水量の図ご覧ください。こちらになります。はい。6月3日、148.59メーターから始まりましたけれども、本日6月9日、12時のその定点で145メーターに到達いたしました。 無理くり感はありますけれども、ものすごい下げた一週間ということになります。6月3日は148.59ですが、この1日前、149.29から始まっておりますので、実質この一週間で4.3メーター近く下げたということになりますね。ものすごい下がりました。しかしながらちょっと怪しい点がございます。皆様ですね、入水量の欄見ていただきたいんですけれども、一番上が、横に棒が入っていると思います。線が入っております。 これなんでかというと、更新全くされませんでした。2日間ぐらいですね。丸2日ぐらい更新されなくて、で、6月の4日にやっと更新された数字がポンって出てきたんですけれども、まあ、1000リューベイぐらいかな。下がっていきなり出てきたわけです。その間何やってたんだっていう話になりますが、さらに不審なのは、この1万リューベイという放水量が、あ、入水量が微動だに動きません。どこを見ても1万リューベイなんですね。 こんなこと自然界でこうできるのかというような状況になっておりまして、ただ放水量はちゃんとオペレーションされているかな、数字が動いているかなといったところでございます。で、これダムデータで見ていただくともっとわかりやすいのでダムデータご覧ください。こちらになります。はい、ダムデータですね。えー、約1ヶ月近いスパンで見ていただいております。 入水量は赤のラインになりますけれども、一番左の上がってるところは気にしないでください。一時的に上がったところになりますね。そこからぐーっと下がって、一定の入水量をずっとキープしてます。で、雨が降るついてにもかかわらず、この一週間はさらにちょっと下げて、またそれがですね、ずっと一万流米でキープしたというですね、えー、本当にありえない動きをしました。 放水量はジグザグしておりますので、結果として水位は下がっていって、本日6月9日の12時の時点で145メーターをマークしたということになります。で、 145メーターをもうマークしました。中央のですね、指示に、見事にクリアしたということで、145メーターもう一度やる必要はありません。ということで、こっからはですね、水位をキープするか、もしくは、徐々に上がっていくような展開になるんじゃないかと思います。上流域の発電ダムがたくさんありますが、そこで、ものすごい、もう綿密なというか、精密なコントロールをしないとこんなことはできないと思いますので、おそらく、 え、何かしら数字をいじって無理をしたんじゃないかなと思いますが、その無理をした分が次の一週間どう跳ね返ってくるかというところなんですが、懸念がございます。雨がずっと降ります。えー、本日6月9日午後2時から24時間の降水量の天気図こちらでございます。はい、超高流域ほぼ降りますね。バッテン印は集中豪雨が降る可能性があるというところ、青い青になればなっていくほど降水量が降る。 多くなるということですね。上流のチベットのあたりですね。チベット高原のあたりは一部降らないところを確認できますけれども、それ以外はほとんどですね、超高は雨に包まれるという状況になります。で、これが弱くなったりまた戻ったりしながら1週間ずっと続きます。来週皆様とお会いする6月16日の1日前、6月15日朝8時から24時間の降水量の天気図、こちらでございます。 はい。もう全域ですね。全域で降るような状況になりますので、もう中国バッチリ、今、雨季に入っております。なので、こういった雨を受けて、次の一週間ですね、かなりダマクラ化したんじゃないかなと思われる入水量がリアルな形でどう動いていくのかというところを、ちょっと楽しみにですね、粛々とまた数字を追っていきたいと思います。はい。では本日はですね、中国で暴動が起きました。 どこで起きたかと言いますと、大学ということになります。こちらご覧ください。はい。大紀元さんですね。石膏高訴省の複数大学で講義でも、大学合併計画に反発、学歴の格下げを懸念という記事でございますけれども、中国の各大学には、なんかですね、その大学の子供みたいな形で、独立学院というのがくっついてるみたいです。で、その独立学院というのは、 元の母校になる大学よりも偏差値がちょっと低めだそうです。なので、大学受験失敗したけれども、まあ、リベンジのチャンスといいますかあ、そこと同じですね、学歴を取得するように入れるよっていうところなんですけども、学費が高いというところですね。まあ、お金で学歴をちょっと買うみたいな、そんなイメージになろうかなということなんですけれども、これをですね、各地方が廃止をして統合しようという動きをしたみたいですね。 そうすると、自分の学歴が下がってしまうということで、これに反発した学生がデモを起こしたということです。複数の大学で数千人単位で起こってますので、おそらく数万人規模のトータルするとデモになるんじゃないかなというふうに思いますけれども、なんでこんなことが起こるのかということになりますが、今中国の大学進学率は約51%。で、その進学率がそのまま大学の、えー、入学受け付ける枠ということになりますね。 え、全員が大学に入れる状況には中国今なっておりません。これが今、マックスといったところなんですね。で、大学になぜみんな入りたがるかというと、まず世間体があります。えー、親が例えば大学行ってる、近所が大学行ってると。自分の息子大学行ってないって言ったとき、その家ごと白い目で見られると。 いうことがあるみたいですね。で、さらに、すごい過劣な受験競争があります。えー、まあ、6月の7、8、昨日おとついぐらいで、おそらくガオカオと呼ばれる、高いに考えると書くんですけれども、センター試験、中国で一斉に行われるセンター試験が行われるその一発勝負ということなんですが、これで思ったような点数が取れないと、失踪してしまったりとか、まあ、自殺をしてしまうという悲しいケースもあるみたいですけれども、 かなりの絶望感を背負ってしまうようなその前からのプレッシャーと、あと勉強に使った多大な時間があるということです。人生とは何なのかということを考えさせられるわけでございますけれども、そんなに苦労して大学に入るのは何のためか。共産党の機関とか国有企業とか軍の機関とか、要するに公務員になって、高収入で安定した仕事に、 みんな入りたいというふうに思っているわけですね。えー、共産党機関とかあ国営機構に入ると、またそこから袖金なんかもですねもしかしたら期待できるかもしれませんので、そういうところは人気があるということなんですけれども、そこに入れなかったら今、花形のですね給料のいいそういう産業のところに行きたがる。でそこにも入れないと、今度共産党が推奨しているようなですね、えー、今後ここを伸ばしていきたいからというような産業に、えー、進められて入っていくような場合もあるそうなんですけれども。 ここまでの費やした時間とお金、労力を考えると、やはり思ったところに入れなかったらもう就職もしたくないなんていう気分になるわけでございますね。こちらご覧ください。21年の大学909万人へ、大卒ですね。909万人へということで、21年は909万人が大学を卒業したみたいです。このうち、就職できなかった人、なんと20%近くいます。ほぼ20%。 が、就職できなかった。実は今、中国というのは、就職難になっております。大卒の人も。で、本当に仕事を選ばなければ、おそらく20%もないと思いますが、それまでに費やしたものがあまりにも膨大だから、とてもじゃないけどですね、えー、自分の思っているところよりもはるかに低いところには就職できないということで、就職できないような若者が増えてしまっていると。 ということであります、えー、これをとってもですね大問題ということになりますけれどもその上で学歴が下がってしまうような措置をしようとしたのでもう学生たちの堪忍袋の尾が切れたということでデモが起こったということですねちなみにこれ結果としては共産党がなんと折れましたはい、えー、この独立学院を母校から引っぺかすということを全部あの廃止しましたやめましたね やめます、やめます、やめますって全部やめてったみたいです。で、これはですね、やはり若者が中国共産党に幻滅したり、期待をかけなくなったり、なんならもう愛着も持たない、えー、逆に言うと嫌悪感すら持つというような、そういう若者が増えることを懸念したんじゃないかなというふうに思います。なぜかというと、中国の学歴社会、この受験というのは、家族とか親戚、総出でその子供を支えます。 で、子供が恨みを持つということは、親も恨みを持つ、親も恨みを持つということは、祖父も恨みを持つということで、その恨みが波及するんですね、えー。そういうこともあって、おそらくですね、共産党の方が折れるという、非常に異例な事態になったんじゃないかなというふうに思います。これだけでも、今の共産党の問題というのが浮き彫りになっているんですが、ここにひっついてくるもう一つの問題というのがございます。こちらご覧ください。はい、クーリエさんですね。 中国の若者に広がる寝そべり族、向上心がなく消費もしない、寝そべっているだけの人生ということでございまして、やはりですね、この過烈な狂章社会を勝ち抜いていっても、どこか心が病んでしまうところがあると思うんですね。こちらですね。寝そべってますね。寝そべってます。気持ち良さそうですね。寝そべってます。えー、さらにこちらですね。 外だと思うんですが、なぜかソファーに寝そべっておりますね。いい感じ。贅沢な寝そべり方。もうまるでプロの寝そべりといったところでございますが、寝そべっておりますが、今ですね、この寝そべり族というのが、急激に増えていってる。SNS なんかでも拡散していってるということみたいなんですね。で、まあ、もうしょうがないですよね。えー、消費もしないし、働くのも金がなくなったらバイトするぐらいだそうです。 で、お金も、まあ、稼がない。お金も使わない。で、物もなるべく食べないと。で、暇さえら寝るという選択肢を取っている若者があるということで、まあ、ほんと幸せとは何なのかということを考えさせられるわけでございますけれども。えー、これに対してですね、え、メディアの方ですね、え、環球時報とか新華社とかがですね、え、国のためにならないということで、劇を飛ばしているということなんですけれども、えー、ちょっとですね、あのー、 そういうことじゃないんじゃないかと。余計追い詰めてしまうぞと。余計寝そべり族増やしてしまうぞというところでございますけれども、副作用として、実は中国の若者に今、こういう問題も抱えているということでございます。えー、寝そべり族増えておりますけれども、ぜひですね、こういった状況を受けて、中国共産党そのもの全員、9200万人で寝そべってもらいたいなというふうに思う次第でございます。本日の内容は以上です。ご視聴ありがとうございました。